お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが女性に性的行為を強要したとの報道をめぐり文藝春秋などに損害賠償などを求めた訴訟で松本さん側が訴えを取り下げる方針であることが8日関係者への取材で分かった一連の問題をめぐっては松本さんが公式 XQTwitter で文春側の報道に反論したり芸能活動の再開に意欲をにじませたりするなど たびたび話題になってきた家中の中でも意欲を示してきた松本さんの芸能活動の再開の行方はどうなるのか今後の動向にも注目が集まる一連の問題はニュースサイト「文春オンライン」が昨年12月発売の週刊「文春」に掲載する記事の一部を公開したことが発端となったオンライン版では 平成27年に松本さんから性的行為を強要されたとする女性の証言が公表され、仲介した人物として、お笑いコンビ、スピードワゴンの小沢和孝さんの名前も記事で取り上げられた。雑誌の週刊文春に掲載された記事では、文春から取材を受けた際の松本さんや小沢さんの様子も盛り込まれた。松本さんが所属する吉本興業は、 当該事実は一切なく本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させその名誉を毀損するものと抗議コメントを発表したその後松本さんからの被害を訴えた女性が小沢さんに送ったとされる松本さんと会えたことを感謝する LINE の画像がネット上に流出一方で過去に同様の被害を受けたとする女性の投稿が SNS で相次ぎ 暴露合戦の様相を呈した吉本興業は1月8日松本さん側から裁判に注力するとの申し出があったとし松本さんの芸能活動休止を発表した実際松本さんは X でも争う姿勢の発言を重ねたが表明していたテレビ出演が取りやめになったり小沢さんが芸能活動の自粛を発表したりするなどして事態は混迷を深めていった テレビ各局や出演番組のスポンサー企業も慌ただしく対応に追われた松本さんは1月22日週刊「文春」の記事が名誉毀損にあたるとして文藝春秋と「文春」の編集長に対し5億5000万円の損害賠償と訂正記事の掲載を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした第一回口頭弁論が3月28日に 開かれ、第2回弁論の準備が進められていた。松本さんは3月、世間に真実が伝わり、1日も早く、お笑いがしたいです、と投稿するなど、復帰に強い意欲を見せていた。文春側は提訴された際、一連の記事には、十分に自信を持っています。現在も新たな告発者の方々のお話を伺い、慎重に裏付け取材をしておりますと声明を出しており、松本さんから、 性被害を受けたと告発する女性の記事などの続報を掲載していた松本さん側が訴えを取り下げる方針であることを踏まえて文春側がどういった反応を見せるのか注目が集まる以下はネット上の意見をまとめたものですこれまでの経緯を見れば裁判で干渉しない限り芸能活動の再開は無理だと思う ましてや謝罪をするということは、何某かの行為を認めることなんだから、いくら大御所でもテレビでは使えないんじゃないですかね。過去同じような不祥事を起こして復帰することの難しさを見てきたにもかかわらず、自分は例外でさほどお咎めなしと思っているあたり、アップデートもできていなければ、被害者への配慮もない人格の持ち主なのだなと感じます。 表舞台に戻ってこれるプランが出来上がっている上で今回取り下げたのであればやはり芸能界は裏で何らかのコネクションがあるのだと勘ぐられても致し方がなくテレビ局やスポンサーもそれを認めるという解釈をされます事実無根なので戦うと言って自ら控訴したのに取り下げ何が事実無根なのか理解できません 活動再開を望むのなら、取り下げと同時に、記者会見すべきでは記者会見もせず、活動再開それを許容する寛大なスポンサーがいるとは、知りませんでした。松ちゃんのことが好きでしたが、もし復帰するのであれば、テレビのメインポジションではなく、動画配信サービスなど、松ちゃんを見たい人が自由に見られる形での復帰が、望ましいと思います。 なんだかんだハマちゃんの浮気報道の時見たくお笑いに変えながらやってくのか誰も触れられないのかせめてお笑いにしてくれたら一定数のファンは復帰が嬉しいんじゃないかな大多数は嫌をしそうだけどここ数年神のように扱われてきたけどもともとそんなクリーンなイメージではなかったしまたお笑いをしていってくれたら個人的には嬉しい 芸能界の性加害被害の問題は昔からひどいものなんだろうけど時代の変化でよりタブー視されるようになってきたのだと思う昔は芸能人の女性関係など深夜番組のネタとして語られるほどだったが今は NG 芸能人といえども昔の時代の感覚のままで遊んでいるのはもうダメな時代なんでしょうね今後はそういうことをしてきた大物という立ち位置で 仕事するのかな今、今まで頭を押さえつけられていた芸人が活躍し始めて、それなりに面白くなってきたのにまた、時計を逆回転させるのかな復帰後は、ギャラは幾分抑えられるかもしれないが、それでもまだ売り出しの若手よりは高額だろうし、かなりきちい復帰となると思う。もう過去の人になってしまったんだから素直に引退したら、良いと思うよ。 吉本は自前で舞台を持ってるのだから、楽して稼ぐテレビやコマーシャルは諦めて、原点の舞台で浜田と漫才すればいい。コツコツやってればまた世の中の評価も変わるかもしれない。公共の電波に乗せるのはダメだが、私有の舞台や有料チャンネルなら勝手に活動すればいい。イメージダウンの影響は、すごいですね。真偽は明らかになっていないのに、やはり松本さんの顔を見ると、 性的暴行不同意性交などがちらついて胸が苦しくなりとてもお笑いとして楽しむことはできません大ファンでない限り地上波復帰しても進んでみる人は激減してると思う男性ファンはあまり気にならないようですけどねこれは松本人志さんが自身の口で説明しないといけないですがこのタイミングで取り下げということは年末の M−1 グランプリに 電撃復帰を考えているのかなただ影響力がある芸人さんとはいえ世間が受け入れてくれるかといえばこれもまた微妙かもここまで来て謝罪するぐらいなら初めから謝罪したらよかったのにね若いと違って取り下げじゃあ実質敗訴と同じではないかな自分は中学生から高校生ぐらいにかけてダウンタウンが好きだったし本当に笑わせてもらった けど今はかななり不適切な笑いだったことはわかるそもそも当時の「一書という著者を読んでればわかるがまっちゃんは成人君子ではないしもともとある意味とがってることを隠してはいないそれがあれよあれよと芸能界の大御所みたいな位置に祭り上げられてしまってその立場にいる自覚を持てなかったんじゃないかな 周りも忖度するしちやほやされるしよほどの人格者でもない限りおかしくなっちゃうのは仕方ないと思う当時のまっちゃんを見てた自分世代はちょっとダサいなと残念に思う最初から誠心誠意謝罪してたらよかったのに外野であれこれ言ってた人たちがこれからある意味本人以上に大変かもね 一連の報道内容の通りであればとてもテレビには出てほしくないのが本音であるここまでご自身のプライベートの一件で世間を騒がせたことを考えれば芸能界に誇示する必要はないと思います松本氏の子供や奥様はさぞ肩身が狭い思いであっただろうと推測する出版社と松本氏が相応の話し合いをしたのであれば市はフェードアウトされた方が良いと思う 松本氏がこのようなコメントを出してもことがことだけに世間の方々が納得するには難しい状況であろう。